はい。皆さんこんにちは、こんばんは、お疲れ様です。今日もゆっくりまったり、のんびりと見てってくださいね。今日は砂漠村の一角、水中拠点作りです。はい、ここに簡単な入り口を作りまして、トコトコトコっと進みますと、すると、謎の扉が見えまして、ここを入っていきますよ。裏作業で頑張りましたよ。高さの調節やら、なんやらがちょっと大変でした。ここを作ってる時は、コンジットつけてなくて、今思えばつけとけばよかったなってね。長い道のりですが、ワクワクしてきませんか？なんとなく。もうすぐですよ。ここまでが、景色が面白くない通路です。この先は、サンゴ礁の見える通路になってます。周りは、水色の色ガラスにしてます。はい、ここです。この辺りに拠点を作りたいと思ってます。んで、拠点作るのにはコンジットが必要なので。コンジットはっと。確か、ここら辺にわからないように。え？あれ？ああ、こっちだったかな？もしかして。あれ？あれれ？ああ、ほらほらね。あったでしょ？コンジット。ここなら、サンゴ礁の景観を壊さないでしょ？どこに行ったかと思ったわよ。よいしょっと。早速、ここにガラスでドームっぽいの作りますよ。さて、みんな大好きスポンジですよ。久しぶりに使ったけどやっぱり区切らなきゃねー。海底神殿では海面だったから、上から落とせたけど、ドームっぽくなってるからねー。まあ、この作業も楽しいけどねー。ふん、ふんふーん、ふん、ふん、ふん。あれ？もうシークルスちゃんってば、まったく。びっくりするじゃないのー。回収、回収っと。ドーン、ドーン、ドーン。スポンジ回収肉は忘れてきた。まあ、いっか。ドーン、ドーン、感覚忘れてスポンジ足りなくなっちゃった。砂があるからなんとかなるけどねー。これでおしまいっと。余計に掘っちゃったぐらいはねー。水抜いたからコンジットつかなくなったのよねー。はい、全部の水抜き作業終わりました。水抜きやり方忘れてて手こずっちゃいました。ここからは装飾拠点作りです。あまり固まってないんですが、いつも通り
グダグダなので完成までカットを。はい、できましたよ。今回も自己満足高めで出来上がりましたよ。はい、シェダーをつけて皆さんにお披露目しますかね。あ、いた。はい、どうですか？私の作った水中拠点です。家具は桜の木がほとんどですが、床には珊瑚を並べました。ごちゃごちゃするかと思ったけど、そうでもないですよね。簡単な、キッチン風な場所です。照明のランタンの下に板ガラスをつけたのは結構お気に入りです。はい、どうでしたか？私はお気に入りになりました。板ガラスをランタンにくっつけたり、ツツジの葉っぱとグローベリーがいい感じですよね。ちなみに、サンゴの床はサンゴの下もう一段掘って水を敷いてるので、綺麗なままなんですよ。はい。最後までご視聴いただきありがとうございました。よければ、感想ご意見などなど、コメントいただけたら、めちゃめちゃ嬉しいです。次の動画も見てくださいね。暑さも本格的になってきたので、熱中症などに気をつけて過ごしましょうね。では、またねー。バイバイ。